金本位制、金本位制、金本位制、とは一国の貨幣価値、交換価値を金に裏付けられた形で金額を表すものであり、商品の価格も金の価値を標準として表示される。この場合、その国の通貨は一定量の金の重さで表すことができ、これを法定金平化という大不況期に採用が進み、20世紀には 国際決済銀行とブレトンウッズ体制の礎とな。協議では、その国の貨幣制度の根幹をなす基準を金と定め、その基礎となる貨幣、すなわち、本位貨幣を金貨とし、これに自由中造、自由誘拐を認め、無制限通用力を与えた制度である。これは特に金貨本位制という。つまり、金そのものを貨幣として、実際に流通させることである。 実際には流通に足りる金貨が常備できない、高額になりがちな金貨は持ち運びが不便、使用により摩耗するなどの理由により金貨を流通させられない場合が多い。そこで中央銀行が金地金との交換を保証された打貫紙幣、打貫、マイナス及び本位金貨に対する補助貨幣を流通させることにより貨幣価値を金に裏付けさせることが行われた。 これを金地金本位制、金地金という。一般には金貨本位制と金地金本位制を含めて金、本位制という。さらに、自国で金本位制を実施できない場合でも、これを行っている他国の通貨と自国通貨との一定の交換性が保障されている場には、為替を通じて間接的に金との打貫が行われていると考えて、金為替本位制。 金為替と呼ぶ。抗議では、この金為替本位制も、金本位制に含める。しかし、金為替本位制は、第二次世界大戦後のブレトンウッズ体制を別として、植民地政府で実施された例が多く、この場合本国の都合で現地の金融活動は、多くの点で犠牲を強いられた。金本位制は、均衡豊かなロシアでの採用が早く、法形式では、イギリスのものが早い。 金本位制のグローバル化は大不況期に進むが、それはその時に工業が発展したからである。特筆すべき例は次のようなものである。アルミニウムの生成に必要だったナトリウムが、ホールエルー法により無用のものとなった。カストナーアルミニウム株式会社は、そこで、シアン化ナトリウムを製造した。この会社は、自社製造で飽きたらずに、ドイツ近銀分離工業所でサえもナトリウムを、 供給した。このようなシアン化ナトリウムは、金鉱石をシアン化法で処理するのに使われた。金本位制には、国際収支を均衡させる効果があると考えられている。複数の国が存在していて、それらの国が金本位制を採用している場合、流通している通貨が異なっても事実上、金が世界共の通貨であることになる。例えば、 経常収支の均衡している、ある国がある。このプロセスにおいて、金利上昇時に、国外からの資本流入が起きると、設備投資は減少せず、経常収支も均衡しない。経常収支と、資本収支の合算が均衡している限り国内の、金は増減せず、国際収支均衡する。逆のプロセスとして、不景気に陥った際も、 金の流入ががプラスになれば景気が回復する。一方、輸出入だけに着目した説明もある。こちらは、初学者でもわかりやすい。例えば、国内の物価が上がれば、輸出源、輸入増となる。輸入超過分は、最終的に自国の成果で支払う。成果が減ると、通貨の発行額も減り、不況となって物価が下がる。この下落によって、輸出増、輸入源となる。 こうして成果は回収される。金本位制というのは固定相場制の一種として捉えることができる。各国が一旦自国通貨と金との交換比率を決定すると金平価も自動的に決定され、各国通貨当局は金平価を維持させるために国内の金融政策が追随する形をとる。金本位制は 他のドルペック性などとは違った固定相場制としての特質を持っている。それは、金流出国と金流入国との間の金融政策の非対称性である。例えば、自国において金流出が起こったとする、その国では民間の打艦請求によって金を買い戻していることになるから、必然的に自国通貨のマネーサプライの減少をもたらし、均衡に至る。 しかし、金流入国においては、金流入によって民間より金を買い入れて、マネーサプライの拡大をすることになるが、当該国がマネーサプライの拡大を嫌った場合、他の資産を民間に売却することによって、自国通貨供給の拡大を阻止するという操作が可能であり、このような金不払化政策は必ず他の国に、金融引き締めを強いることになるため、 金本位制というのは本質的に強い引き締め圧力を持ち、高速性を持つ政策レジームである。ジョン・メイナード・ケインズは1923年の著書、貨幣改革論で、金本位制を未開社会の異物とカッパし、金の足かせから自由な管理通貨制度への移行を説いていた。金本位制の理念は、古くからあった東ローマ帝国の経済、 後にドルマークの由来にもなったソリヌス金貨と思われるが、金貨は貨幣として実際に流通させるには希少価値が高すぎ、金貨を鋳造するための地金が絶対的に不足していたため、蓄財用として大造されるか、せいぜい高額決済に用いられるかであった。金本位制が法的に初めて実施されたのは、1816年、イギリスの貨幣法。 55条ジ,ジャイブ C68 でソブリン金貨、発行は1817年と呼ばれる金貨に自由鋳造、自由誘拐を認め、唯一の無制限放火として、これを1ポンドとして流通させることになってからである。その後、ヨーロッパ各国が次々と追随し、19世紀末には金本位制は国際的に確立した。日本では1871年。 明治四年に進化条例を定めて、進化平単位円と共に確立されたが、金準備が十分でなかった上に、まだ経済基盤が弱かった日本からは成果である、金貨の流出が続いた。1871年に法律を改めて暫時金銀副本位制としたが、実質的には銀本位制となった。日清戦争後に、清から得た。 賠償金3500万円ポンドの金を準備金として1897年には陛下を半分に切り下げた貨幣法が施行され実質的に金本位制に復帰した。1914年に始まった第一次世界大戦により各国政府とも金本位制を中断し管理通貨制度に移行する。これは戦争によって増大した対外支払いのために 金貨の政府への集中が必要となり、金の輸出を禁止、通貨の金打感を停止せざるを得なくなったからである。また、選挙区の進展により、世界最大の為替決済市場であった、ロンドン、ティが戦火にさらされ活動を停止したこと、各国間での為替手形の輸送が途絶したことなども影響した。例えば日本は1913年12月末の時点で、 日銀成果準備は1億3000万円、在外成果2億4、600万円であり、在外成果はすべてロンドンにあった。また外貨決済の8から9割をロンドンで行っていたが、1914年の8月に手形輸送が途絶した、当時はシベリア鉄道で輸送していた。その後1919 19年にアメリカ合衆国が金本位制に復帰したのを皮切りに、 再び各国が近本位制に復帰したが、1929年の世界大恐慌により再び機能しなくなり、1931年9月のイギリスを契機として1937年6月のフランスを最後にすべての国が近本位制を離脱した。日本では戦後に近本位制復帰の機会を伺うも関東大震災などの影響で時期を逸し、 1930年、昭和5年に、浜口祐子内閣が、金解禁、金輸出解禁を実施したが、多額の貿易赤字に伴い多量の金流出が起こり、翌年、犬飼武内閣が、金輸出を再禁止した。FRB 議長のベンバー南期は、金本位制から早く離脱した国ほど、経済パフォーマンスがいいことを証明した。1933年に、 金融強行を機に、ルーズベルト大統領はを発令して、アメリカ市民に対し保有する金を、陛下、オンスイコールに20.67ドルで強制的に搬出させ、市民の金保有を禁じた。これは、当時金本位制の貸し兵が、金保有口に制限されてしまうため、インフレ政策が取れなかったための措置であった。1934年に、アメリカは、 金の買い上げ価格を1オンスイコール35ドルと定め、この価格で外国通貨当局に対資金を引き渡す措置を取るようになった。第二次世界大戦後、米ドル金為替本位制を中心とした IMF 体制、いわゆるブレトンウッズ体制が創設された。他国経済が疲弊する中、アメリカは、 世界一の金保有量を誇っていたので、各国は一ンスイコール35ドルの陛下で金と結びつけられたアメリカの通貨米ドルとの固定合わせ相場制を開始、間接的に金と結びつく形での金本位制となったのである。しかし、1971年8月のいわゆるニクソンショック以降は金と米ドルの打艦が停止される。同年12月に、 スミソニアン協定で一スイコール38ドルとドルの陛下を切り下げつつも金本位制の性格を維持しようとしていたが各国の通貨も1973年までに変動が合わせ相場制に移行する形で先進国の通貨は金本位制が有名無実化する形で離脱することになった同年に一スイコール42ドル22セントと再び陛下を切り下げとなり 1976年1月にキングストンで開催された IMF 暫定委員会では変動相場制と米国ドルの金本位制廃止が確認され、1978年4月に協定発行に伴って先進国の通貨における金本位制は完全に終焉した。日本の本位金貨91251020円、新51020円も 第二次世界大戦後はすでに名目化している状態であったが依然現行貨幣であり、1987年昭和62年制定、1988年昭和63年4月1日施行の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により、1988年昭和63年3月31日限りでようやく通用停止になり、 名実ともに管理通貨制度の世の中になった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。